はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけでですね、今回来てくれた方はアレスさんとケビンさんとシャドウさんでございます。いいですね、ジャキン、いいね、いいメンツ、いいメンツ、チース、チース、チース、ういういうい、やるよやるよやるよ、アレスさん、俺じゃない、俺でしょ俺でしょ俺でしょ、まさかケビンとやんの、おいおいおい、ちょっと待って、シャドウシャドウシャドウ、一位のシャドウ、シャルチーンス、あ、チーンス、おーっと、同時に、同時に、さすが。やっぱね、1位はね、やることが違う。あれあれ、おーっと、あれジョギン、あれジョギン、あ、ジョギン。あ、今、かぶったのにな、タイミング。まあいいや。まあね、そんなことでね、やりましょう、早速。ちょっと待って、回復、回復。さてと、さあ、皆さん、校内ダミッション、8位の8位のどこまでやったっけこれやったっけ、あ、これやったんだね、これだ、次これや、これやよ。フルブラストゥーテル、うん、これも使いたいところだが、かぶっているのです。フルブラストゥーと身代わりのティンティン、いえ、からのちょっと移動速度、お、25、あー、いいんじゃない、うん、バーストだらけでいい感じだね。よーし、目かゆ、目ん玉かゆ、山行きましょう。あー、の前にみんな回りたいので、そこ、あ、そういうパティン、あ、そういうパティン、わかりますよ、俺わかる人だから、俺わかる人だから、なるほどなるほど、そういう並び、そういう並び、ハンニバルかガルム、こちらどちらに行こうか。お、さすが1位は言うことが違う。さすが1位はね、任せますだな。任せる。いやーいやいや、じゃあじゃあ行きましょうか、行きましょう、オッケーです、どっちでも。じゃあハンニバル、おー、ハンニバルを、ハンニバルをシャドウが、ハンニバルちゃんで、ケビン、今思い返し、ケビンさん、今思い返しですか、てか画面がちょっとザラ見えてない、ちょっと今回ザラ見えてない、ちょっとね、画面引き離しましょう、ちょっとザラザラが目立つ、ずー、こうするとあまりならない、あまりね、よし、まあいいでしょう、うん、レッツゴー、レッツゴー、いや、Here we go、 パーリーナイト、オーイヤー、頑張っていくか、うん、ケビン的に言うと頑張っていくかで、アレスさん的に言うとおんお、おんみたいな、おん、まあ、おん、まぁ、おん、おん、行こう、わかったよ、あ、ちょっと待って、一服させてみたいな、ふぅふぅ、まあいいや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 、待って、ハーニバルを行くんだよね、ハーニバルを行くって言ってたから、本当に行くの、こっちでいいんだよね、俺ガルムでいいんだよね、よいしょ、え、あっち向こう一人じゃないの、よいしょ、こっちガルムちゃんだよ、こっちガルちゃんだよ、てかステージ前回じゃない、あ、わーわー、もう盾使っちまった、もったいねえ、怖い、ガルムよく動くからな、てか無駄に動くんだよな、ハンニバルはもう無駄に動くからね、ガルムは超動いて、ハンニバルは無駄に動く、うん、とりあえず動きがあるみたいな、オーイエー、てかガルム相手にこの小さい場所ってちょっとな、狭いな、ちょっと場所が場所だな、これ、今回ね、僕の実況では、ケビンさんはし8位だね、ケビンさんは8位です、ナンバー8、よいしょ、で、アレスさんが5位だね、アレスさん5位です、あ、やべえ、 HP 見てなかった、あ、やべえ、ごめん、あれ見てました、ランキング帳見てました、すいません、今思いっきりランキング帳見てました、はい、すいません、とりあえず今回来てくれてるのは、
アレスさん5位、ケビンさん、8位、シャドゥさん1位ですっていう感じ。おう、待って、探りやるから、探りやるから、俺持ってっから。はい、あざーす、助かりました、アニオス。ごめんね、もうメモ帳見ないから、今日メモ帳見ま、見ないから。おら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 、よいしょ、ほっ、んー、ワンダフォン。向こうね、シャドウさん一人で行ったらね、引き続き1位だったんですけどね。ポイントまた上がってたんだけどね。ハンニバル一人って言ったらね、あーっと、ちゃんとね、画面見ないとね。俺さっき止まってたでしょ、多分メモ帳見てましたからね。おいおいおい、活性化しちゃった。てか、ガレムの弱点って背中だよね。背中、じゃあ背中に当たるって言ったらあれだよね。また、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 ケビン狙い、ケビン狙い、これ。よし、やっぱりか。えい、いただきます。はい、おいしくなぶんになるね、これね。うん、よっ、もう死なねえからよろしく。ちょっと、おい、あざっす。怖え、マジ。あ、ここ当たる。あー、当たるのに。よっ、よっ、よっ、よし、食べれる。よーし、バースト状態はやっぱり保っておきたいんだね。もう一丁、欲張ったかな、欲張ったな。ありがとう、怖え。また、ケビン。おっと、ほっ、ほっ、よっ、よっ、よし、また、ケビンが。せ、やべ、一本しか当たってない。よし、おら、おら。え、待って、マジ、よっ、待って、ケビンも、オープン。よし、食べれる。よし、いや、この調子でいくとね、僕ね、回復ばっかやってるから手数当ててねえな、これな。ほんと、これまさかあれじゃねえか。あ、だからどこ押してんのって。もう矢印出んねえ、マジで。もう、ケビンが打ってくれるはず。あざーす、さすが8位は伊達じゃないね。よいしょ。え、今耳かいてました、すいません。耳かきしてほしいな、彼女にしてもらうから。よいしょ、およ、これはまさかあれだな、あれだな。うれー、どうや、どうや、どうよ、行って。やばいよ、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 やばいよ。でもケビンが打ってくれる、やっぱりね。もうね、僕のランキングに入ってる人だってね、大体やってくれる。あ、食らっちゃった、今の食らっちゃった。すいよ、結構あれ、結構なんだろう、タイミングめっちゃ、え、何、もうこうやったの。え、違うよね、びっくりした、びっくりした、お見事ですって言うからだ。え、もうって思っちゃったよ。あ、あざす、待った、ケビンも食らってるじゃないか。それ 50% ちゃうよね。せい、おっと、シャドウが危ない、シャドウが危ない。おお、多分回復打ったな、あの量は。いって、大丈夫、打たなくていいよ。これランク上がるんじゃねえか。あのね、回復の、あ、ちょっと待って、あ、待って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 、そっちはあかん、そっちはあかん、そっちはあかん、あかんよ、ガルちゃん、ガルちゃん、ガルちゃん、ちょっとガルちゃん、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 空の彼方に、おー、ワイヤー。お、すごいな、アレスさんのこと。ん、いや、アレスさんが今自分で言ったのね。まあね、シャルはね、伊達に1位じゃないですから。よいしょ、はい、シャヒン、行くよ、行くよ、どんどん行くよ。ほら、ガルムさん、おいで、ガールちゃん、ガールちゃん、ガール、ガールちゃんってか、これ、俺 50% あるかな、あると信じて、あると信じて。おっと、溜まっているではないか。おお、な、なに。ごめん、めんごめんご。まあまあ、結局当たったからいい、いいでしょう。危ない危ない。お、待った。
せや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 。俺今結構神じゃない？マジで俺今めっちゃ打ったよ。めっちゃ打った今。もうなくなっちゃったよ。もうねえかんな、ケビン。もうケビンないよ。今の壁はめ痛かったね。あれはね、逃げ道塞がれてたもんね。ずっと攻撃されてたし。やべ、あー当たりにしちゃった。うわ、やべ。大丈夫、ケビンが、やっぱりね。お、よーし、オッケー、ベンマッティン。オブラ、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 リロードして、ねえ、ケビンに渡そう。よし、もう一丁。よし、ほっ。あー外した。あぶね。よいしょ。ほっほっ。よいしょよいしょ。ためようためよう。ためる。ためため。あー。俺情けねえ声出てんな。あーとか。ほっ。よっしゃ。あーお。待った。Thank you。Thank you very much。オレオレ。え、ちょ、今そこで爆発しちゃうわけですよ。今結構いいタイミングで食ったんだけど、いいタイミングで捕食食ったんだけど、おう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 、ちょっとちょっとちょっと、あざすあざす、え、まさかの。やっぱ上位ランキングはやばいわ。やっぱ上位ランキングの方々はね、半端ないっすね。それどういうバレット、あら、おっとシャドゥ、おっとシャドゥ、おっとナンバーワン、どうしたどうした、おっとナンバーワン、ナンバーワン、今死んでないのはアレスさんだけなの。おっとナンバーワンがガルムにやられちゃいましたね。おっと、ああ、でもアレスさんはとりあえずね、あの今回え、待って、マジで目やばい、マジで目ん玉やべ、今腫れてんじゃねえかな。ちょっと待て、ちょ待てよ、ちょ、おい、来ました来ました、そういう来ました、そういう、もういじめ、あ、二人してもうタッチなんて、もうバッカーン、もうバッカーン。そしてガルミちゃんがなんか抱きついてきたんだけど、あの寝取られそうになった俺。ほっよっよっよっ、やっぱね、あ、ここ狭いからと、すいません、了解です。ほっほっ、チャットの中に出た、チャット見てなかったんだよ。受け取って受け取ってくれ、集合とは書いてなかったな。でもこの人たち言葉なしでも会話できているね。痛い痛い、そしてシャル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 、おう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 、せ、あれ、せ、あっ、セイヤーファイヤー、あれ、はぁ、あ、恥ずかしい、捕食外したが恥ずかしい、もう僕生きてられない、お婿になれない。え、マジで目がやべえ、もう片目閉じてよ、今ずっとウィンク状態、今ずっとウィンク、今ウィンク、リンク、リンクってかっこいいよね、本当にかっこいいよね。俺小学何年生だろう、わかんないけど、ゼルダの一番最初の際、ゲームキューブ、ゲームキューブじゃねえ、なんだ、アドバンス、アドバンスじゃねえ、64だ、64の時代の時の、あのゼルダの伝統、伝統がさ、ちょっと僕大好きで、うん、マジ伝統ってだわ。うん、おっとこれ当たらない、おっとあさっての方向に、いや固め、いやまあこれ言い訳っていいわけだもんね、これはね。よいしょ、はいはい、おっとベイベー、おっとベイベー。でも今周りにいる人は上位ランクの方が2名、そして、10位に入っている方が1名いらっしゃいますので、僕はまあまずね、ダメージを受けても、回復をせずに行きましょう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 。あ、それ、あ、それだった、ごめん見てなかった。みんな打ってくる、待って、片目つぶってるとこれダメだ、マジで両目開けます。あ、両目ってマジで見やすい、両目あるってなんかいいことなんだね、本当にね。いやー、5体満足で生まれてよかったですよ、僕本当にお母さんに感謝ですね、ありがとうママママママって感じですね。本当にみんな
今こうやってゲームできてるのもな、ママとパパのおかげなんだから。おかべってなんだな、なんか壁をなんか上品に言いましたみたいな、おかべじゃあこいつ弱点が、ファンデブロー、おれおれおれ、背中がいいんだろ、背中がいいんだろ、やっぱりね。えへっ、お疲れ様みん、アジス、いくよみんな。それでは皆さんご一緒にいただきます。おー、アラスさんぴったり、もうね、ぴったりな方なんだよね。これをあげましょう。アレッサン、アレッサンピーヤ、うれ、受け取って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 、おう、え、なに、おー、シャドウさんかっけーな。いた、おっと、貴様ら、俺に喧嘩おるというね。いた、貴様ら、今回、いやどうしようか、いやどうしようかな、待って、順位ちょっともう一回見直します。じゃあね、ちょっとね、今回ね、アレスさん頑張ってくれたということで、4位の銀さんとチェンジチェンジチェンジ、はい、ですね、今のところちょっと発表しますね。1位がシャドウ、2位がシュウさん、3位がユキさんで、4位が銀さんのところを代わってアレスさん、そして5位が、アレスさんのところを代わって銀さん、そして6位がレッドさん、7位がセッキさん、8位がケビン、そして、9位がキューハチさん、そして10位がね、悩んでるの今、なんつうの、結構ね、悩みどころなの、ここ10位なんだけど、PS の高さがね、結構同じ人が3名いるのよ、3名ちょっとね、動画を見返したんですけれども、見た感じ PS が同じ10位だなって思う方が3名いらっしゃって、ちょっと今悩んでます。はい、ちょっとね、また見直してちょっと、はい、10位の方を決めようかなと思ってます。そしてアレスさん、今回おめでとうございます。今回で、あなたは、4位に上がりました。銀さんと交代ですね。はい。そして銀さんは今5位です。まだね、上位ランクです。はい。で、前回言っていた、戦いの最中でね、忘れちゃったんですけれども、あれですよ。最後の魔月のミッションの時に、ランクがあるじゃないですか。はい。できれば僕的には上位ランクの方を連れて行きたいんですねその一番最後のミッションの時ね、マガツ倒す時に、そういう時はもうなんて言うんですか、まあ、僕ランキング、 K の実況ランキングベスト5位までの方に、まあビータで多分 ID 登録してると思うんで、僕が直々にヘアパスを教えて、で順位5位までの人だけに、この5人に教えて、で最後のミッションはその上位ランクの方だけしか入れないというそんなシステムにしようかなと。まあちょっとね、ちょっと毒吐きますけれども、まあ、マガツねやるときにね、ね、PS がない方が来ても困るんで、その時だけはさすがに、クリアしたいから、もうレイジバースト出ちゃうからそこで積んだらもうレイジちゃん出ちゃうの、わかる？そうだから、もうふざけてられないの、その最後のミッションだけはさすがに。だからコメントで言われてたんですけれども、超気になるってね、結構入ってました。僕の ID にもよく届いてましてですね。でとりあえずマガツの一番最後のねミッションの時は、わかりました、ケイさん。わかったの？わかったの？お前ら喋ってんのか？俺がこの服しなきゃいけないのは、いいのがないからだ。わかりましたか、ケイさん。あ、そういうこと？そういうこと？そういうこと？確かにね。そういう、こう。そうね。確かにね、ゴッドイーターさんね、ちょっとね、服のバリエーションがね、ちょっとね、偏ってる。ちょっとね、偏ってるんでね。
銀さんとできてるからじゃないのか。僕の実況なんかみんなできてますね。今のはシャドウさんさすが1位、言うことが違う。面白いね、うん。でまあとりあえず僕のね一番最後のゴッドイーター2の実況、レイジバースは違いますけれども、ゴッドイーター2の一番最後の締めのミッション、マガツキュービが出るあのミッションでは6位から10位までの人は出れません。5位から1位までの方しか出れないです。はい、まあね、そんな感じなんですよ。はい、まあ時間の都合上もあると思うんで、じゃあもしも時間の都合上で1位から5位の方全員入れないってなったら6位から10位にしましょう。はい、緊急の時はそうしましょう。ただマガツを行く時は僕のランキング5位までの方ですね、今行ける方ちょっと発表します。今現在のランキングで行ける方を発表いたします。シャドウさん、シュウさん、ギンさん、ユキさん、アレスさんです。はい、このメンツです。ですね、今のところこの方々はあの上位ランクなので、落落ちしない限り、はい、このままいきます。大体ケイさんのせい。さあせさあせさあさあせさあせ、ほんとすいません。おもろいね。いやーまあそんな感じなんですよ。まあね、今後もね、1回出ただけで上位ランクになるって方もいるからね、マジで。例えばだけどね、回復弾を当ててまず俺が死にかけた時に、あのもう死んでる最中に、倒れてる最中に回復を当てて死なないようにする。これがまあ3連続くらいできた場合にはまあ上位ランクではなく、まあランキング形式には入りますよね、10位までので。そこからなおかつソロ狩りでモンスター1匹自分でなんていうの引き連れて時間を稼いでくれた場合にも点数上がります。それは99ミッションの荒神相手に一人で時間稼ぎするんだから、それは相当のことだよ。しかも死んだらいけないっていうプレッシャーあるからね、その中で。だからそれもこなしたらランクがめっちゃ上がります。はい。で今回 2-2 に分かれてたんで、あのまあまあ優しい方かなと思っています。覚えておいてね。あ、じゃああれか、あの銀さんとケビンさんはできてるんじゃない、できてるんじゃなくて超できてるんだ。そういうことか、そういうことだ。うん、もうできてるんじゃなくて超できてる。うん、そういうことか。わかりました。もうわかりました、ケビンさん。はい、よーくわかりました。なるほどなるほど、銀さんとね、ケビンさんの愛はそれほどに深かったのか、わかりました、ありがとうございます。はい、いやいやいや、今回もよかったね。うん、じゃああれだね、あの最後まで1位だった方にはね、僕とばっかりになることができますってみたいなね、そんな得点をつけましょう。嘘です。はい。はい、というわけでですね、今回も面白おかしくね実況できたかと思います。アレッサトウ、カミサトウ、サーサン、シャオサン、フライワッターの方々、皆様、今回も来ていただき誠にありやすありやすありすてなわけでね、あ、そう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 、ちょっと言っておきたいんだけど、あのね、僕のサブアカウントあるんじゃない、あの元メインアカウント、あのちょっとややこしいんだけど、そっちの方330何人今登録されてるな。まあなんかそっちのね登録人数がね、もう日に日に上がるのよ。日に日に上がる。もうウップした動画が だから、あのバレット紹介とかね、あの乗っけちゃってんじゃん。あれの再生回数今やばいかんね、ほんと。だってゴッドイーター2バレットって調べると一番目に出るんだよ。俺のあのバレットが、第一期のバレットかな、あれがボンって上に出てくるから、まあそれは再生回数上がるわな思って、まあとりあえずね、レイジバースになったらね、今まで 1,2,3 の、バレット動画を出してきましたが、それに加えてまた新しい、バレット考えて、10作品くらい考えておこうかな。まあそしたら、1,2,3 のバレット紹介の動画を全部含め、弱い
なんて知らなかった。弱いです、弱いです。押しに弱いし攻めにも弱いの。だから僕のお尻を攻められたらもう僕言っちゃうの。うん、でねでそのね 1,2,3 のバレットの動画を組み合わせて5なんだろう、1個の動画にさせて、しかもその1個の動画にまた新しいバレット10個くらい入れてみたいな。で、ちょっと題名的にはゴッドイーター完全バレット攻略オリジナルバレットみたいな、そんな感じで作ろうかなって思ってる。そうすればね、もうなんだろう、50個くらいのバレットは乗るんじゃない、俺の自作の全部合わせたら50個あるよね、多分多分だけど、ないかな、まあいっかまあそんなこんなでね、最後のミッション任せの時は、上位ランクの方が出るというわけです。はい、まあね、そんな感じで、はい、いやー今回も楽しかったね。とりあえず次回のミッション、次回のミッションは次回に見ましょうハンニバルとギャルムはやったから小型のアラガミを連れた、弱くね、これ弱くね、今からやっちゃう、いや待てよ、ほんほん、おお、ここめんどくさそう、あーこれもめんどくせえな、いやなんかいろいろありますね。とりあえず次はこれ、これ楽勝なんで、これが10分以内に終わった場合にはこれいきましょう。ちょっとこれ簡単すぎると思うんで、だって小型の荒髪連れてバジラスでしょ、ってことはショッカー連れてきたちょっと強いあれでしょ、雑魚敵みたいな感じでしょ、でしょ、だからこんなん多分7分か6分くらいで終わるんじゃないかな。じゃあまあそんくらいのペースで終わりましたら次、連続撮りします。ラーバのデビューロゴス、これもまあ楽でしょ、楽勝楽勝、俺これ結構クリアしたことあるんで、ノラで入ったんだよね、その時は。で、まあ、そんな感じ、この2つかな。こっちが早ければこっちもいけるみたいな。次回来る人、頑張ってください。うん。というわけでですね、この実況も最後までご視聴いただき、誠に、あれ、お前らなんで荒ぶってんの？ほら、ケビンちょっと、ね、小型は最強。あ、確かにね、あ、そうだよな。まあ、でもまあ、でもまあ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 、いいでしょう。まあいいでしょう。うん。何これ、何これ、何これ。おい、あ、ジャキル、あ、振られたんだけど、僕振られたんですけど、ひどい、アラスさん、僕のこと振るなんて、まだ告白すらしてないのにも、ひどい